フーベルトゥス・フォン・プロイセンは、プロイセン王国の王族。ドイツ国の空軍軍人。全名は、フーベルトゥス・カール・ビルヘルム。最後のドイツ皇太子、ビルヘルムの三男で、ビルヘルム二世の孫の一人。フーベルトゥスは1909年9月30日、ビルヘルムとメクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ三世の娘、ゼツ,ツイリエの間に、第三子として、 ポツダムの大リーシミア殿で生まれた。1918年のドイツ革命で訂正が廃止されると、フーベルトゥスは弟と共にイジエンのエルスへ移った。1934年に、フーベルトゥスはフランクフルトアンデアオーダーへ配備された不評連隊に入隊し、1939年に第二次世界大戦が勃発するとフーベルトゥスもポーランド侵攻に従軍した。 しかし1940年に長兄・ビルヘルムが戦死すると元貴族たちから反発されることを避けたい。アドルフ・ヒトラーはプリンザナーラスを定め、これによってフーベルトゥスも兵役を免除され除隊した。フーベルトゥスは1941年12月29日にマリア・アンナ・フォン・フンボルトと結婚したが、1943年に離婚した。彼女との間に子供は、 生まれていない。彼は、同年6月5日に、ハインリヒ36世本、ロイスの娘マグダレーナ本ロイスと再婚し、彼女との間に事情を設けた。1947年から、フーベルトゥスは、ラインガウ地方で、武道園の経営を始めた。ついで1950年に、南西アフリカへ移住して、農園の経営を計画した。しかし彼は、中水園にかかり、 1950年4月8日に南西アフリカのウィントフックで死去した。遺体はホーエンツォレルン城のザンクトミハイル両方に埋葬されている。ありがとうございます。